カラー革命コロン香港の傘カッコアンブレラはメイドインアメリカ。2014年10月27日月曜、マスコミに載らない海外記事。カラー革命コロン香港の傘カッコアンブレラはメイドインアメリカ。F. ウィリアム ENGDAHL。2014年10月24日ニューイースタンアウトルック。ワシントンネオコント。アメリカ国務省とオバマ政権内部のその仲間たちは、ロシアのウラジーミル・プーチンに対してと同様、明らかに中国に対しても激怒している。近年、ロシアも中国も、両国の国益を一層強く主張するようになり、二つのユーラシア大国が、あらゆる戦略レベルでの密接な協力をするようになったので、ワシントンは、ロシアと EU のつながりに対して、ウクライナの混乱を仕掛けたのと同様に、北京に対しても、大騒ぎを引き起こすことに決めたのだ。北京とモスクワをより密接に結びつけた相次ぐ最近の協定、4000億ドルのガスパイプライン、ブリックスのインフラ開発銀行、アメリカドルを回避するルーブルと人民元による貿易、といったものが、ワシントンの反撃を引き起こした。それは、マスコミでは、香港アンブレラ革命と呼ばれている。産業グローバル化とアメリカ産業の低賃金諸国、特に中国への外注化時代の現根、アメリカが、より正確には、ワシントン DC とバージニア州ラングレーが、中国の香港向けに、製造し輸出しているあるものには注目の価値がある。香港特別行政区は、カラー革命の標的となり、抗議行動参加者が、警察の催涙ガス防御用に使っているアンブレラにちなみ、マスコミでは、アンブレラ革命と名付けられている。香港で継続中のアンブレラ革命用のアンブレラはワシントン製だ。その証拠は年中がウクライナで利用したのと全く同じモデルに習った。中間選挙が始まってからわずか数時間後の、見苦しいほど拙速なホワイトハウスのあからさまな指示だけに見られるわけではない。アメリカ国務省と、国務省が資金提供している NGO 連中が、こうした抗議行動を7年密かに準備してきたのだ。ワシントンによる香港民主主義プロジェクトという氷山の一角を見てみよう。毎度おなじみの薄汚い主役連中、もはやほとんど見飽きた一本調子で、ワシントンは、もう一つの悪名高いカラー革命を解き放った。ウアベ派、2017年香港選挙で発表された北京による支配に抗議するものだという香港中間選挙抗議行動は、丸ごと、アメリカ政府が操る NGO と、アメリカに訓練された工作員連中が動かしている。中間選挙香港抗議運動は、名目上、香港版ハリーポッターのような、イギリスが負傷武将、99年間の植民地占領を終え、この年国家を中華人民共和国に返還した年に生まれた青年、17歳の学生、ウォン・ジーフンが率いている。木の中間選挙抗議行動には、ミネソタ大卒業のヘッジファンドマネージャー、ゼニ志健、エドワード・チンや、エール大卒業の社会学者、陳武民、1989年の CIA による天安門広場不安定化工作を経験したベテランのバプテスト派の牧師、朱耀明や、香港大学法学副教授、ベニータ・ユーチン、つまりタイ・アキラ・タダスがついている。こうした香港人たちの背後で、アメリカ国務省と、そのお気に入りの NGO、アメリカ議会が資金供出する全米民主主義基金、ネットが、その下部組織、民主党国際研究所、NDI を通して、中間選挙工作を動かしている。民主主義を求める平和な非暴力抗議行動の美しい正面の背後を除けば、実に非民主的な、隠されたワシントンの狙いが見えてくる。中間選挙を率いるべく選ばれたバプテスト派牧師の主要名から始めよう。尊敬されている主要名牧師は、香港 NGO、香港人権観察、HKHRM の創設者で、執行委員会メンバーだ。香港人権観察、HKHRM は、全米民主主義基金、ネットという名のネオコンカラー革命 NGO 経由で、主にアメリカ国務省から資金援助を受けていることを、ウェブサイトで、あからさまに認めている。彼らは自分たちの狙いをこう述べている。香港人権観察、HKHRM は、香港の人権問題について、マスコミ、国連、現地及び海外政府や立法機関に、口頭と書面で報告する。2013年の年次報告で、ネットは、主要名牧師の香港人権観察に、14万5000ドル支給していると報じている。それだけあれば、このために、船1隻分のアンブレラが買える。主の HKHRM は、ネットから資金提供されているもう一つの組織、アジア改革民主主義同盟、ARDA とも協力している。今年2014年1月、中間選挙運動のトップ連中が、非民主的にまさにこの主牧師を、中間選挙の指導者として指名することに決めた際、主は私には、様々な活動家集団と多くのコネがあり、大規模な社会運動の経験もありますからと言った。運動家集団として、ネットの名を挙げることもできたろうし、より具体的に、CIA の1989年の天安門広場も大規模な社会運動ですと言えただろう。バプテスト派説教師は、彼にその役割を務めて欲しがっていた、市民的非服従運動の二人の主要組織者、タイ・アキラ・タダスとチン・タケタミによって、中間選挙の事実上の指導者に任命されたことを認めている。タイ・アキラ・タダスもアメリカ国務省と実婚だ。香港大学法学副教授で、香港中間選挙運動の共同創始者のタイは、港人口広し線、香港民主主義センターなどのプロジェクトについて、ネットの下部組織、民主党国際研究所から交付金を受けている香港大学比較法広報センターで働いている。港人口広し線は年次報告過去を書いている。港人口広し線ウェブサイトは、香港における憲法と政治上の改革のために、合法的で建設的なボトムアップの手法を推進すべく、民主党国際研究所からの財政支援を得て立ち上げられたそのウェブサイトで、NDI は、本質的に、2014年2月に、ウクライナで、ビクトリア・ヌーランドが聖戦したアメリカに忠実なクーデター政権ができたのと同様に、香港でも、アメリカが聖戦した政権を樹立できるよう門戸を開放するようにという、7年の香港での法律プロジェクト、選挙運動の法的背景の要求を説明している。NDI はこう誇っている。香港大学比較法広報センター CCPL は NDI の支援を得て市民に香港選挙制度の未来について議論する場を提供するユニークで中立的なウェブサイト公費と公費の視線を立ち上げるにあたりコンサルテーションを行い市民の声を覚醒できるよう努力しています。ワシントンによる不安定化工作カラー革命の香港の振動。17歳の学生ウォン・ジーフンはワシントンのネオコン全米民主主義基金の左派部門民主党国際研究所と NDI の NDI テクプロジェクトの支援を得て15歳の時にスカラーイスムという名の Facebook サイトを立ち上げた。もう一人の中間選挙の重要人物夜明かりは最近ジョー・バイデン副大統領と会見した。なるほど。チェン・リージュン枢機卿と、その題材、大手マスコミにはあまり登場しないものの、中間選挙の主要組織者の一人と目されているのが、香港カトリック教会の名誉枢機卿、ジョゼフ・ゼット・イエヌ、チェン・リージュンだ。香港モーニング・ポストによれば、チン枢機卿は、アメリカが資金提供する北京当局に対する抗議行動で重要な役割を果たしている。チン枢機卿は、たまたま中国政策に関する首席バチカン顧問でもある。
史上初のイエズス会修道士の教皇であるフランシスコ・ローマ教皇は、アメリカの財政支援による再施行で、イエズス会創設者、そして偶然、教皇と同盟のフランシスコ・ザビエルの任務として、香港をアキレス腱として利用し、中華人民共和国を転覆させ、乗っ取るつもりなのだろうか。ネオナチ内戦による何千人もの東ウクライナの犠牲者の地に染まっているジョー・バイデン副大統領、陳数奇表、主要名牧師、ウォン・ジーフン、タイ・アキラ・タバスヤ、ネオコンネットと、その NDI や他の国務省工作員や、ここで名前を挙げるにはあまりに多数の NGO 連中が、本格的なカラー革命、アンブレラ革命に転化したのだ。2017年香港選挙の2年前という行動の時期が、ワシントンや欧米の他の場所にいる一部の連中の気が立っていることを示唆している。プーチンのロシアと共に成長しつつある中国のユーラシア経済領域や、上海協力機構やブリックスなどの組織を通して活動することによって、ワシントンの新世界、無秩序に対する、平和で極めて有効な対抗軸を作り出しつつある両国の主導的な役割こそが、連中による騒動の本当の標的だ。連中は実に愚昧なのだが、いかんせん、連中は根本的に知性を嫌悪するバカ連中なのだ。本記事 F、ウィリアム ENGDAHL、ウィリアム・イングドールは、戦略的危機コンサルタント、講師で、プリンストン大学の政治学学位を持っており、石油と地政学の世界的ベストセラー本の著者。本記事は、オンライン雑誌ニューイースタンアウトルック独占。プーチンを中傷するワシントン、2014年10月25日土曜、マスコミに載らない海外記事、プーチンを中傷するワシントン、パウロ・クレイグ・ロバーツ2014年10月24日、今日、ソチでのバル大国際会議の会合で、ロシアのプーチン大統領は、それ以外の世界を犠牲にして、自らの狭くなってなり益や、ワシントンを支配する私的利益集団の権益に役立つよう、ワシントンは世界を不安定化していると、正しく、最もな非難をした。世界中の指導者たちがワシントンのヤクザのようなネオコン政権を糾弾すべき頃合いなのだ。プーチンは、ワシントンの二重基準を、ローマのことわざで表現した。神、アメリカに許されていることは、家畜、それ以外の国には許されない。RT はプーチン演説をここで報じている。動画 URL、RIA のボスチはここで報じているコロン URL。奇妙なことに、ロシアマスコミは、私がこの記事を書いている時点では、プーチン全発言の英語版を報じていない。多分、ロシアマスコミは、プーチン発言の重要性を自覚していないのだ。あまりに多くのロシアマスコミが、ロシア人口読者を利用して、ロシア政府を攻撃し、評判を落とそうとしている外国権益の所有になっている。ロシア政府が、自国民に対するワシントンのプロパガンダを許しているのは驚くべきことだ。おそらく、モスクワが、ロシア国民へのワシントンのプロパガンダを認めているのは、アメリカでの、RT、RIA や、ボイス・オブ・ロシアの報道を守るためだろう。だがバランスは平等ではない。欧米におけるロシアの報道は、他では報道されないニュースだ。彼らはアメリカを中傷しているわけではない。下記も参照のこと。プーチン・コロン世界の指導者たちは恐喝されている。URL、プーチン・コロンアメリカは世界中の紛争をエスカレートさせている。URL、ドイツ議員コロン根拠なしの経済制裁コロン URL、アメリカの印刷媒体でも TV でも、プーチン演説についての報道は目にしていない。明らかに、アメリカでは、アメリカ外交政策やそれに対する外国の対応に関する公開された議論は存在していない。プロパガンダと沈黙な、まっとうな認識や公開論理を排除するような国は、自分自身をどう呼ぼうと、民主主義ではない。ワシントンは真実を抽象で沈黙させる闇魔術を習得して久しい。ワシントンは抽象を利用してきた。1953年のイランで民主的に選出されていた指導者、モサデク打倒に、1960年のコンゴ首相パトリス・ルムンバ打倒、1954年のグアテマラのアルベンス大統領打倒、2002年にはベネズエラのウゴ・チャベス大統領を打倒しようとしたが、クーデターは、ワシントンの大対応傀儡を追い出し、チャベスを再度任命したベネズエラ国民と軍に潰された。2013年の選挙で選ばれていたウクライナのヤヌコビッチ大統領打倒、2009年のホンジュラスのマヌエル・セラヤ大統領打倒、2013年のエジプト史上初めて民主的に選出されたムハンマド・ムルシー大統領政権の打倒、リビアのカダフィ、イラクのサダム・フセインの打倒、シリアのアサドやイラン政府を打倒しようとする進行中の取り組み、インドネシアのスカルノ、ベトナムのホーチミン、そしてキューバのカストロを打倒しようとして失敗した取り組み。現在、ワシントンの標的はウラジーミル・プーチンだ。これは愚行と思い上がりの極みだ。プーチンの支持率は、歴史上のどのアメリカ大統領よりもはるかに高い。現在、オバマ政権とアメリカ議会の支持率は、民主主義が機能するレベルより、とてつもなく低い。もしアメリカが実際に民主主義なのであれば、それは世界史上で最も機能不全な民主主義だ。事実上、ワシントン政府を運営している強力な私的利益集団を除いては、誰もアメリカ政府を支持してはいない。それ以外の全員がワシントンを忌み嫌っている。13年間にわたる中東とアフリカにおける生命や財産の残虐な破壊の結果、機能不全で崩壊しつつあるアメリカ経済、無敵の傲慢さを誇示して、ワシントンはアメリカのソフトパワーを破壊した。外国においては、極少数の欺かれている連中やアメリカが資金提供する NGO だけが、未だにアメリカ合衆国に対し好意的見解を抱いているに過ぎない。世界中のあらゆる世論調査で、アメリカは世界平和に対する最大脅威の座を占めている。ワシントンは、我が国を嫌われ者国家にしたが、我々国民はそれに対して何もしてこなかった。アメリカの印刷 TV メディアや大半のイギリスや欧米のマスコミからすら、決してこういう事実を知ることはできない。10月16日に私が報じた通り、ドイツで最も重要な新聞の一つフランクフルター・アルゲマイネ・サイチングの元編集者ウドルフ・コッテが、ベストセラー本を書き、その中で、CIA が、主要ヨーロッパマスコミの重要人物全員を支配していると書いている。彼自身の言葉で、ウドルフ・コッテは大衆に対し、嘘をつき、裏切り、真実は語らないように教えられました。と語っている。元ウォールストリートジャーナル編集者、ビジネスウィークのコラムニスト、スクリプスハワードニューズサービスのコラムニスト、ドイツの雑誌やフランスやイタリア新聞のコラムニストとして、ワシントンの主張に対するあらゆる意味の全身的な封じ込めを、私は見聞きし、経験してきた。欧米ジャーナリズムにおける成功への道は、大半は民間組織だが、さらにアメリカの世界覇権というネオコンイデオロギーに支えられた闇の通常予算枠内の治安機関で構成されるワシントン支配体制のために嘘をつくことであるのが明らかになった。ロシアマスコミとプーチン顧問の大半は、ワシントンによるウラジーミル・プーチン大統領中傷のマスコミキャンペーンを十分に承知している。今日のロシアインサイダーのインターネットサイトは、的を射た質問をしている。CIA は、プーチン中傷キャンペーンを遂行しているのだろうか？ロシアインサイダーが明らかにしている通り、答えはまず確実にそうだ。上の URL をクリックして、イギリスの3紙や、デイリー・ミラーや、デイリー・エクスプレスの一面をご覧願いたい。
こうした一面記事は、ワシントンかラングレーでデザインされており、実際、CIA や全米民主主義基金やワシントンの艦内プロパガンダに資金提供している共和党か民主党組織のどれかが資金を出している広告に、まず間違いなかろうと私は思う。もちろん、こうしたイギリスのゴミ新聞、アメリカのスーパーレジで売られている映画俳優が UFO に乗ったエイリアンに誘拐されたという類のセンセーショナルなガラクタ誌だと片付けられておしまいになる可能性がある。そこで上記 URL をスクロールダウンし、ニューズウィークやエコノミストの表紙をご覧願いたい。かつて評判の高い雑誌だったものだ。現在は誰もそういう雑誌を読んでおらず、こういう雑誌は、CIA 助成金に頼って存続しているに違いないと私は推測している。それでもヨーロッパ、カナダ、オーストラリアや、日本のマスコミや、アメリカ帝国の国境にある他の国々のマスコミにも確実に影響を及ぼすだろう。多数の騙されやすい馬鹿者たちは、未だにアメリカに言論の自由があると思い込んでいる。ロシアインサイダー報道の書き部分に、ぜひご注目願いたい。情報機関によるニュース操作の問題が最近話題になっている。CIA やドイツ連邦情報局、GSS が、マスコミ幹部や主要ジャーナリストに対し、直接の現金支払いを含め、ニュース報道と解釈に影響を与えるプログラムを7年にわたって行ってきたという暴露だ。指摘されているものの一例は下記の通り。彼、プーチンを、圧政的な帝国再建を狙う狡猾な独裁者として描くこと。個人的に多数のジャーナリスト殺害を命じ、カーゲーベーリ反社を、放射能の毒を持って殺害するよう個人的に命じたと主張すること。彼は有名体操選手と常時関係にあるという証拠のない噂の頻繁な引用。彼が個人用に何十億も隠匿しているという、証拠も提示しない主張。彼が合成で怠惰な生き方をしており夜更かしするという最近のニューズウィーク記事。彼の横柄さとされるものに焦点を当てた最近のニューヨークタイムズ記事。ヒラリー・クリントンが演説するたびに、彼は悪人で、いじめっ子で、強く対決する必要がある人物だと発言。彼の人格を表現するのに敬文を頻繁に使う馬鹿者の悪党、今週のニューヨークタイムズのトーマス・フリードマン記事。ソ連崩壊はいかんという彼の発言の歪曲引用。彼用に南部ロシアに建設された超豪華別荘とされるものに関する記事。MH17 便の犠牲者を殺害したことに、彼は個人的に責任があるとして泣き出す欧米マスコミの異常に派手な見出し、中でもドイツが最悪。そして、たわごと彼を不気味な怪物風に表現する雑誌表紙など、読者がもしまだご存知でなければ、フロリダ州で暮らしているアメリカ軍高官解説者のかな、ザ・ SAKER をご紹介したい。もちろん、それは私ではない。この記事の一番下にある SAKER のインタビューをぜひお読み願いたい。URL、日々読者の皆様から、個人としては一体何ができるかというご質問をいただく。テロリストとして私を逮捕できるよう、政府を打倒しなさいと答えるのを願っている政府の手先の中にはいるだろう。この質問に対する私のお答えは、人々は十分知識を得るまでは無力だということだ。人々は十分知識を得て、態度を明確にすれば、人々は政府を国民の管理下に戻せるだろう。もしこうしたことが起こらない、あるいは起きえないのであれば、アメリカ民主主義は死んでおり、国家権力から憲法や法律によって守られている自由な国民としての我々の生活もおしまいなのだ。多分アメリカはすでに終わってしまっており、ワシントンの覇権を全世界中に確立するという狂気のネオコン衝動で、それ以外の全世界を網羅せようとしている。ロシアと中国はワシントンの家臣になることを甘んじまいし、インドもイギリス植民地であることにはうんざりしている。もしワシントンの狂った派遣者連中が固執すれば、核戦争がその結果になろう。今回は海外の翻訳記事を2本お送りしました。YouTube ひじくろチャンネル読み上げ動画。また見てね。